はい、どうもタクタクです。本日はポケットモンスターホワイト、こちらをですね、だいたいね、5、6年ぶりにちょっと起動してみます。というのもですね、ちょっとなくしてたと思ってたロムが出てきましたので、さあやっていこう。どんな感じだったかな、もう全く覚えてない、全く覚えてないんだけど、ギアステーション、バッジ8個、図鑑471。これさ、いつさ、最後に起動したかとかっていう出ないんだっけ。通信を始め、まあ、なんでもいいや。始めようじゃ。これなんか調べられない。いつぶりみたいな。なんか日記みたいなの出てこなかったっけ、これって。図鑑。で、タクタク見てみようか。おー、名前タクタク。ポケモンブリーダー。性格うっかり。図鑑471匹。お金が一重100、1000万、10万、90万。いや、現実世界で欲しいですね、この金額。冒険を始めたときは、2010年9月18日に始めておりますね。なるほど、なるほど。まあ、こんな感じのトレーナーでございます。からの？ちょっと待ってね。これは？ここで、パソコンで多分調べるんだよな。すげえ久しぶり。ポケモンを、ボックスを整理するで見るか。どんなポケモンいた？はい、ポニータ。まあ、この辺はいいのかね、この辺は触れなくても。まあ、こんな感じにおりまして、パシャーモがいいの、いたり、ノーマル、あー、ちゃんとね、ボックスも整理してたんですね。ちゃんとボックスも整理している。していんのか、これ、ちゃんと。ここなんか使ってるモンスターがいる雰囲気ではないな。うわ、覚えてねえや、もう。どんな感じだったっけ？ちょ待って、これ十字キーでやった方がやりやすいな。十字キーでやろう。よう、キラス。何が強いのかとかシーンわかんないしね、今のね。ゴーストタイプ、デスカーン。こんなのいたね。もう全部言えねえな、今ポケモン。このポケモン何って言われても、ガマガル。馴染みがなさすぎる。ミロカロス。ダメだ。全然ピンとこねえわ。ちょっと、やってたんだけどな。なんだろう。ムーランド。これ一番、ヨーテリーがね、進化するやつよね。君に決めた、あ、これだ、多分使ってたポケモンはこれだよ。うん、ドーブルとか、シビルドンとか使ってたの私。君に決めた、なんでルリリ君に決めたってこれ多分あれだな。そういうわけでもないみたいだな。不思議花。不思議花ね。バスラオ。なんでバスラオ？シャンデラ。シャンデラ、結構人気あるポケモンですよね。バンキラス。この辺を使ってたっぽいな、見る限りでは。ボルトロスとかも使ってたのかな。ルンパッパ。ルンパッパいいね。ルンパッパかわいいじゃん。ハピナス。どういうこと？この破壊こ、あ、まあ、いいや、はい。配信。配信で手に入れ、おー、ちょっと、俺こんなにミュウ持ってたっけ？ダークライ。あ、このダークライ大丈夫なのか。大丈夫な、ダークライ。マナフィー。ビクティニー、ゾロワーク、ミュウ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 、シェイミ、うん。で、アルセウスね。アルセウス、はいはい。ハッサム。あんまりでも、ピンときてませんよ、タクタク。マナフィーと、あれ、これマナフィーってさ、なんか、あ、まあ、いいや。なんか覚えてないわ。純伝説とか伝説のポケモンじゃないの、この辺は。純伝説。俺の中ではもうミルホックが純伝説だったからね。これたまたま多分適当に入れたんだろうな。ガマガル。ちょいちょいガマガル来るな。で、そして何ですか、プリルリー。たまにね、なんか純伝説じゃないっぽいやつも出てきますけど、これ基準が謎ですね。うんうんうん。まあ、使ってない感があるな、ここはな。これ伝説なんだ。もう打撃は伝説級に強いと。うん、伝説級に強いぞと、ミルホックも。保留。何を保留してたんだ、この人。この人は何を保留してたんでしょうね。もう謎ですね。あ、これエンペルトすごい。レベル100だわ。え、レベル100これぐらいなんじゃない？で、ドラゴンが、はいはい。あ、カイリュウ。寂しがり屋さんです。で、チルタリス。いろいろ持ってたんだな。あ、こっちのカイリュウもいますけど、どう違うの？流星群、岩雪崩、暴風。もうどういう技だったかすら覚えてないな。で、悪ポケモン。
うんうんうん、いやーダメだ、覚えてないわ。ヘルがレベル100ですわ、これ。なんだろう、これレベル100がたまにあっちこっちいますけど、メタグロス。うんうん、こんな感じだったんだな。虫ポケモンはこんな感じ。これね、結構ちゃんと整理してたっぽいね。でもなんか後半もちょっと待って、これ虫これ草だよね。後半多分なんかもうどうでもいいや感が出てますね、これね。なるほどなるほど。なんかちょっと気になるポケモンがいればコメントで教えて。あ、ムクホークレベル100。最初冒険に連れてきたポケモンはレベル100にしましたよ感がありますね、これは。うん。地面タイプはなんか、あ、かっこいいよね、ゴルーグ。俺ゴルーグ結構好きだったな。ゴルーグ。で、他は、まあ、こんな感じか。ポケルスがついてるよ、これ。あ、ポケルスついてるけど。なんかポケルスって結構いいんじゃなかったっけ？なんかポケルスがついてるモンスターがいましたね。で、打撃。ほうほうほう。こんな感じか。全然覚えてないな、ほんと。びっくりするぐらい覚えてないな。コリンだ。ちょっと待って。これ交換したポケモンじゃない？誰かと。はいはい。グレイシア。グレイシアかわいいな。フリージオ。バニリッチ。ちょっと、あ、戻ってきたかな？戻ってきたんじゃないか？戻ってきたな。なんかレアなモンスターがどれなのかっていうのがちょっといまいち。ヤナップかわいいな。あ、電気。これ一周しないの？まだな。へーへーへー。え、ちょっと待って。レベル70。デンチュラレベル92。もうすぐで。ねえ。サンダースとか。結構頑張って育ててたっぽいですね。タクタクさん。なんか見る限りは。あ、この辺に、あ、この辺気になる。64、オーダイル。うん、ラプラスは？うんうん。何が一番いいんだろうな、この中では。あんまり、あ、これ持ってきたでしょ。はい。というのが、多分、このホワイトのモンスターたち。でございますね。と、実はですね、ブラック&ホワイト、まだ、2がありまして、そっちのボックスもちょっと見てみましょう。はい、それでは、ポケットモンスターブラック2。ブラック2だったんですね。こっち見ていきましょう。なんだっけ、レシラムとか、ちょっと覚えてねえや。79時間44分。バチャッコ。図鑑431。これはどうなんだろう。いろいろメニュー画面があるんだな。マイクテスト？なんだマイクテストって。覚えてねえな、もう全然。こんなに覚えてない。こっちのボックスは？何年ぶり？ちょっとタクタク見てみようぜ。タクタクのトレーナーカード。タクタクポケモンブリーダー、のんき。性格のんき。お小遣い、1、10、100、1000、万、10万、24万。生々しい残高ですね、はい。なるほど。これなんかさ、あ、な、びっくりした。ベーシックバッジ。これなんか、磨けたりとかしなかったっけ？俺この子好きだったな、この、ロッカーみたいな女の子。もうそんなことはどうでもいいんですよ。違う、バッジが見たかったんじゃない。俺のプレイを始めたのはいつとか、そういう情報をちょっと知りたいな。これなんか見る方法ないのか。あ、見れた。冒険を始めた時2012年6月23日。ということは、ですね。現在が2016年の5月28日なので、約4年ぶりのプレイですね、こちらは。前回というか前の、ブラック&ホワイトは5年ぶり。で、こっちは4年ぶりという感じなのでしょうか。なるほど。まあ、これ始めた時期だからね。まあ、3年ぐらいぶりなのかな。俺なんかもっとやってなかった記憶があったけどな、ポケモン。はい。じゃあ、こっちのポケモンは何？あ、さっき手持ち見てなかったけど、まあいいか。ナランチャ、ブチャラティ、ジョルノ。どういうこと？あ、ゲノセクトいるよ。ゲノセクトってどんなんだっけ？これって何だったっけ？プラズマ。穏やか。Wi-Fi プレゼントでレベル50の時、運命的な出会いをしたようだ。これなんだったっけ？覚えてないわ。チラーチは？はいはい。Wi-Fi プレゼントか。なるほどな。チラーチさん。なんか他に持ってないのかな？こっちは？あっちにはね、ミュウとかいましたけど、こっちはちょっと幻のポケモンみたいな。ショールの、はい、パソコン。
とポケモン預ける、預けるじゃないな、ボックスだなこれな、ボックス見てみよう。こっちの方がいいモンスターがね、ポケモンがいい感じかもしれないポケモンがポケモンがいい感じかもしれない。はいはい、リザードン、これギガリザードンだっけ、メガリザードンだっけとかも出たという噂を聞きましたけど、ギラティナ、はい、ギラティナこれなんじゃない、あれじゃない、なんとかフォルムなんじゃない、白金玉ね、白金フォルムですよ、絶対違うそんなフォルム、あ、ミュウいるわ、ミュウいる、ミュウみんなレベル5だな、ワルビルレベル100、あらららららら、らレベル100モンスターがあっちこっちにいる、え、心心森、心森レベル100だな、なんか変わったモンスターポケモンを、変わったポケモンなんか育て、あ、出た、怪力、怪力これいいね、レベル100の怪力ね、怪力あやめなんてね言いますとき言ってないよね、うん、レシラムレベル97、キュレム、ほう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 、オノノックスね、結構好きだったの、オノノックス、これドラゴンなんだよね、うんうん、うわー懐かしい、またポケモンやりたくなってきたなー、アパッキーを大丈夫これ、なんかなんとなく何かの作品を彷彿させる名前が多いですけど、トリッシュジョジョの第5部じゃねえかよ、ドリューズ、アレッシ、なんでこいつアレッシ、なんで急に3部になった、なんかいろいろ育ててましたね、ルギア、なんでルギアこの人こんなに持ってんだ、あーそっか、あ、ポケルス感染してるけど、これもなんかちょいちょいポケルス見るな、海王が、あ、この子もポケルス、ホウオウ、ミュウツー、なんかね、僕高校の時からやってたポケモンをこうこっちに連れてきてる感が多分あるんですよね、だからなんかこのシリーズじゃなくてもいる感じがしますけど、わーこれ多分結構やってないね、だって70時間ぐらいしかやってないもん、だってね、なんかあんまりこう潮吹き特に意味はないね、特になんかあれだもんね、クレセリアとかね、あ、いたいた、コバルオン、ゼクロム、キュレム2体目、あ、そっか、ホワイト、ブラック2個ずつ持ってるのかな、ゾロア、かわいい、ゾロアね、あれもう終わりじゃないこれ、あ、待ってよ、ディアルが、あ、これ終わったよね、終わったね、あれボックスの量少な、終わったね、終わったね、はい、こんな感じか、なるほどなるほど、はい、というわけで、まあ、ちょっとボックスをただ見るだけの動画になったと思いますけど、あのですね、ちょっと私ポケモン熱が若干再燃しつつありまして、あ、ミュウツーレベル100だこっち、ポケモンのちょっと実況してみようかなと思っております。それで手始めに、なんせね、僕本当にポケットモンスター赤緑の頃からやってますから、ポケットモンスター赤からちょっと、赤どっちがいいかな、本当は僕ねグリーンから始めたんですよ、緑から始めたんですけど、ちょっと赤からね、どっちを、ピカチュウバージョンもあるし、じゃ何か、どっちかまあ決めかねてますけど、ほんと初期ポケモンのちょっとね、実況を始めてみようかなと思っております。はい。というわけで、このボックスにいる子たちもいずれ、ポケモンバンクに一度預けて、最新作のね、なんだっけ、サンとムーンだったっけ、忘れましたけど、ソルロックと、あれ、まあいいや。多分ソルロックとか関係ないと思いますけど、サンとムーン発売日までに何か追いつけるようにしたいなと思っております。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。まあ、ポケモンバトルの実況とかもそっちするかもしれません。それではまたお会いしましょう、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますのに、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。